is harder than I like to think. But it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. はい、こんにちは、まさきです。今回はちょいちょいやっている一枚板シリーズ、ホームセンターで買えるラワンランバー 18mm×1200×2400 サイズの板1枚で作れてしまうリクライニング式ソファー DIY をやっていきますね。ホームセンターカット図と出来上がり図面の方は最初に写したものを参考にしてください。1枚板シリーズ、ホームセンターでカットした材料とキャスター、今回はこれだけ。え？上のソファーはどうするの？って思ったかもしれませんが、実は今回は座椅子を上に乗せるだけの下の箱を作ります。座椅子が3way で使える座椅子なので、その使い方がそのままできて、ダイニングテーブルの高さに対応して使える椅子としても使えるようにってことで、より簡単に、より簡単に愛着の湧く1台皆様に届けたいと考えてみました。この字型の台をまず2台、これは少し大きさを変えて小さいものに大きいものがかぶさる作りにしています。一番下になる箱にキャスターをつけて、収納もできる引き出しとして使えるキャスターをつけているので、移動もできる椅子としても使えます。使い道いろいろ、チェア、ソファー、シェーズロング、ベッド、どんだけ使い道あんだよが簡単にできちゃいます。カットした材料をつなぐビス、釘、それ以外で使うのはキャスターのみになっています。もちろん上に乗せる座椅子、これは必要ですけどね。座椅子がなかったらただの重ねられる箱になっちゃいますからね。あ、それもありかも。3台並べたベンチとか、2台ベンチで1台テーブルとか、まあいろいろ使い道ありそうですね。とりあえず今回使用させてもらった座椅子の方は Amazon で購入したので、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらをチェックしてください。7000円程度だったので、座椅子としてはそんなもんだろうって感じもしますが、ソファーとして考えたら安いですよね。座り心地もいい座椅子でしたよ。座椅子ってリクライニングできるのがいいですよね。椅子として使ってリクライニングしたらいいよねって、使ってみたら本当に良かったので、ぜひ。そしてここでまた登場、手作りパテ。木材をヤスリがけすると出てくる削った粉と、文房具などでもおなじみの糊、これを練り合わせて作る手作りパテ。これをビス穴に埋めて乾いたらヤスリがけすれば、ビス穴はなくなって塗装の色も乗りやすいので、この手作りパテをビス穴に埋めていきます。今ではパテと言ってますが、古くから日本の伝統工芸品なんかにも補修用で使用されているこの練ったものは、コクソと呼びます。前回も言いましたが、ご飯と木材を粉で作ったコクソ、海苔でもいいですが、ご飯と練り合わせたもの、一度作ってみて乾燥させるとカチカチになるので、よかったら試してくださいね。箱の作りとしてはこれで終わりでもいいのですが、 DIY 好きのあなた向けにもう一手間かけていきましょうね。
ねえねえ、 DIY エモン、角を丸くする道具ない？トリマー。はい、トリマーが出てきました。この電動工具も今では DIY 好きな方、多くの方が持っている工具ですね。このトリマーに今回は 6R、2部の面を取っていきます。材料の厚みが18ミリあるので、6ミリの R、6ミリ平ら、6ミリ R、ちょうどかまぼこのような形に削ることができます。今回は 6R の刃をつけてますが、刃の種類もたくさんあるので、前回ボトル棚の正面につけた額縁材みたいなものも作ることが可能です。木工の DIY で言いますと、電動ドライバー、丸ノコ、トリマーみたいな感じで揃えていく人が多いですよね。工具好きな方はホームセンターで一日中道具や刃物を見ていますよね。多分トリマーの刃も種類が豊富で組み合わせた使い道があるので、それを考えるのも面白いところでもありますよね。ということで、トリマーを使って角を丸くして安全対策もしたので、トリマーをかけた面はケバケバしてるので、紙やすりで滑らかになったら、お次は塗装に取り掛かりますね。で、塗装なんですが、これもいつもなんか無難な色を選びがちなのと、動画にすると形状が分かりづらくなる。今回は3台の箱を積み重ねて使う。 DIY 楽しんでいただけてコストも抑える。以上のことを踏まえまして、1台1台色を変えて DIY、 工作した感じを前面に出していきたいと思います。使用する塗料は全てダイソーさんで揃えてきました。ナチュラルミルクペイント、ブラック、モカチャ、スモーキーレッド、ダークグリーン、ホワイト。察しのいい方はお気づきかもしれませんが、狙ってた色が揃わなかった。色違いの方が分かりやすいし、まあいいかってことで。あ、だったら試したいことあったな、それやってみようかな。ってことで、何をしたかったっていうと、試したいっていうのは言い過ぎなんですが、油性の着色、オイルステインなどは塗ったままでもいいですが、その上からクリアラッカーを塗って、オイルステイン、クリアラッカーと組み合わせて塗るんですが、このダイソーさんの水性塗料、艶消し塗料になっているんですが、つぶし塗りのナチュラルミルクペイントは艶がありません。染色用の水性ニス、ウォルナットは艶感はいいのですが、色のつきが油性のものに比べると薄く濃い色が出ないので、ナチュラルミルクペイントで塗って、その上からニスを塗ったらどんな色に塗れるかな、乾いて仕上がった感じはどんな色になるんだろう、それを試してみたかったので、一台一台色を分けて塗ってみて、その上からウレタンを塗るって工程で塗装していきます。塗ってる最中なのですが、感想を言ってしまうと、これかなりいいです。艶消しのモカチャの上から水性ニス、ウォルナット、色がいい感じになりました。油性のオイル系の着色塗料は木材に染み込ませて木材を染めるという感じに対して、この水性ニス、ウォルナットは木の表面に色をのせる、そんな感じなので、着色したものに上から塗るとツヤが出て深みのある色に仕上がりました。水で薄めたナチュラルミルクペイントを薄めに塗って吹
き取りして木目が出るような感じで塗って、その上から水性ウォルナットニスを塗ってもいい色が出るかもしれませんね。一番心配だったのはスモーキーレッド。スモーキーって言ってもめっちゃ赤なんですよ。塗ってる時すごく強調してくるこの赤、これはまずいなーと思いながら塗っていたのですが、上からウォルナットニスを塗ってあげたら、あらびっくり、意外といい色になりました。色もそうですが、試したいことはいろいろ試すことができました。100均塗料でも使い方次第でかなり使える印象でしたので、次はまた違った使い方をしてみたいと思います。そんなの考えるだけでもいろいろあるので、 DIY には決まりはないですから楽しいですよね。あとはなんかこのノリで模様をつけてみたんですが、これはやんなくてもよかったかな。まあそのぐらい自由にやろうって感じのことを見せれればいいかなと思ってやってみました。ということで箱完成。 Amazon さんから材質も届いたのでセッティングしてみましょう。今回はこのタンスの源さん、 Amazon で買った、座椅子ですね。その座椅子に合う台を作って、テーブルで使えるソファー、一人用の椅子作ってみました。引き出しにして使ってもいいし、1枚板を入れると可動式の椅子にもなるし、
と分かりやすくいろんな色で塗ってみたんですけど、色もダイソーの水性を一回塗ったんですけど、ちょっとなんか工作感が出すぎたんで、もう一回水性のウレタンを一度塗ったら、ちょっと艶が出て色も濃くなっていい色に仕上がりました。タンスの源さんの、座椅子を使って、これ 3way の座椅子っていうので言ってたんで、 3way の座椅子に対して 3way で対応できる台を作ってみました。あ、結構いいよ。あ、キャスターで稼働するんで、あとワンウェイプラスになりますね。座椅子はAmazon のリンクを概要欄に貼っておきますので、こちらを見てください。後半のカットは図面を参考にしてもらうといいと思います。塗装は100均で買ったようなものでも簡単にできてしまうので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。このアイデアいいなって思う方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回もよろしくお願いします。自宅に持って帰ってきました。上にかけている布はテーブルクロスです。見た目が良くなるなんかないかなと Amazon で探していたところ、ラスト1枚特別価格、通常3000円がなんと 90% オフ300円。金キラ金であまり好きではないですが、とりあえずポチってみました。サムネはこれで決まりだな。リクライニングしてシェーズロングとして使えば、余った1台をテーブルにすることにも気づいたので、もうワンウェイ追加いたします。使い道いろいろ、リクライニングソファー DIY でした。それではまた次回。